全体的にこうゆっくり温める感覚で加熱していきます。コロンとなった可愛い状態になってくるんですよ。コロンコロンしてますよね。それでもう一回押すとちょっと弾力が返ってくるの強くなってきました。うわー、こんな感じですね。パリッと。はい、こんにちは、主婦のホイユです。今日は塊肉を焼いていきます。はい、それでは材料紹介です。もも肉のブロック、醤油、赤ワイン、玉ねぎ、ニンニク、黒胡椒、みりん、塩です。はい、それでは今日は好評のステーキシリーズということで、今日はですね、豪快に塊肉の焼き方をやっていきたいと思います。それと合わせてですね、ちょっと気持ちいいサシが入ったお肉なので、それに合わせた絶品のさっぱりソースも作っていきます。はい、それでは早速今日は超目玉品の霜降りステーキをやっていきます。で、これはですね、今冷蔵庫から出して30分ぐらい常温に戻したものです。で、まずは下処理です。このラップされてですね、肉のドリップがこう出てる状態になってるので、お肉買ってきたらまずはラップを開けて、で、開けたらですね、裏返すとですね、このシートが敷いてあって、すごいお肉がドリップで濡れてるので、これがですね、このまま焼いたら本当に臭いお肉になっちゃうので、まずスーパーのお肉はしっかりとペーパーで拭き取ります。そうすると見てください、この水分です。で、今日はもも肉の、まあ、370、400ないぐらいの塊なんですけど、刺しそこまで入ってないもも肉です。で、和牛なので、和牛やるときはちょっとですね、塩多めに、まあ、でも大体 1% 全面に塩します。で、全面にしたら、一応この高さがあって塊のお肉なので、中にもですね、少し下味を入れていきたいので、ここで10分から15分最低ですね、置いて味をなじましていきます。はい、それでは15分ぐらい経ってお肉がですね、テカテカしてきたので、そしたらちょっと塩もなじんだので、もう一回しっかりこの水分を切って、はい、この状態で焼き始めていきます。はい、それでは早速焼いていくんですけど、お肉焼くときにフライパン問題あると思います。テフロン加工のフライパンで焼くのか、ステンレスで焼くのか、鉄フライパンなのか。プロはですね、どちらかというとこのステンレスとか鉄の方が蓄熱できるので、ものすごい火力で焼けるので、お肉はどちらかで焼くことが多いんですけど、まあ、家庭だとこのテフロンが多いと思います。で、テフロンもですね、この蓄熱はできないので、多めの油を入れてやればですね、お店と同じようにできるので、今日はその方法でやっていきます。ではまず冷たい状態で火をつけて、ちょっとね、多めの油です、本当に。で、お肉はですね、もうこの冷たい状態から焼き始めます。先ほど下味をつけた和牛ですね、これにもう一回塩軽くして、で、塩した面を下にして焼き始めていきます。で、今日はですね、そこまでサシは入ってないんですけど、サシが増えれば増えるほど、要は油が多いので、塩の量もですね、必然的にしっかりとしないと味が重たいというか、ぼやけた味になっちゃうので、塩はね、多めに打つのがポイントです。中火ぐらいで焼いていくんですけど、で、まだちょっと温度上がってきたぐらいで、まずはこれを、肉をですね、全体的にこうゆっくり温める感覚で加熱していきます。で、このこっちの表面をですね、10秒やったら裏も10秒、で、そうしたらこの側面も焼く。そしたら逆さもやって、で、今ですね、4面焼けました。で、これをですね、もうひたすら繰り返します。なので、なんかお肉焼くときにフライパンは触らないっていう、よく言われるんですけど、実際はそうではなくて、結構こうコロ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 転がします。で、コロコロ転がすことによって、熱源がこう縦からも横からもいろんな面から入るので、バランスよくですね、綺麗に焼けるっていう方法ですね。
で全面焼けたら今中火ぐらいだったんですけど、徐々に油の温度を上げていきます。で今中の強火ぐらいにして、ここで油の中ですね、揚げ焼きするイメージで焼いていきます。で今30秒ぐらい焼いたのでひっくり返す。そうすると見てください、徐々に焼き色がついてきてます。でこれが最終的に最後の焼き上がりの時にですね、お肉がもうカリカリに色がついている状態に持っていきます。で今30秒ぐらい焼いたので次は側面。そしたらまた同じ秒数ぐらいを焼いて、で戻す。でそうするとですね、最初お肉は柔らかくてちょっとぺったんとした状態だったんですけど、どんどんこの風船みたいにこう膨らんでいくんですね。で膨らんでくると中にも火が入ってきている証拠なので、こう押してみます。押すとまだこの跳ね返りが弱い、これはまだ火が中が生の状態です。でまたひっくり返す。そしたら徐々にですね、美味しそうな焼き色がついてきてます。はい、それではですね、今この肉の表面の焼き色見てください。いい色ついてますよね。これ全面同じぐらいの色がついてます。同じ回数こう焼いてるからですね。で押した時にまだ軽く戻りが遅いと思うんですが、これがですね、戻りが早いともういい感じに中まで火が入ってる状態です。で一旦ここまでいったら、今6分くらい焼いたんですけど、ここで1回ですねお肉を休ませていきます。で休ませるときに、まあ、レストランとかですね、料理好きの方はこうバットがあって、この上にですね網があると思うんですけど、これをやることによってお肉の面が直接このバットに当たらないので、要は柔らかく火を入れることができるんですよ。なので、まあ、プロはこうやってバットの上で休ませます。でも、まあ、バットもこの網もないよという方はですね、アルミホイル、でこのアルミホイルをですねちょっとランダムにくしゃっとさせて、乱雑な上にですねお肉を置くと、まあ要はこの網と同じ状態が作れるので、この上にアルミホイルを優しくかぶせる。でこの状態で6分ぐらい焼いたので同じ時間休ませていきます。そうするとお肉自身熱を持っているので、そのお肉自身の熱源でゆっくりじんわり火を入れていくイメージです。で6分休ませていきます。あとずっとこう焼いていってですね、茶色くなってる、まだ黒焦げではない状態が、これがお肉引き上げるポイントです。でこの油は一旦ちょっと酸化してるので捨てちゃいます。で油は捨てるんですけど、このお肉の焼いた旨味ですね、塩をしてこう焼いてるので、塩の旨味と肉の旨味がここにですねこびりついてます。でこれはですね洗わないです。でこの中でソースを作ることによって肉の旨味も入った美味しいソースが作れます。で今日はですね、このお肉休ませてる間にソース作るんですけど、まずはですね火をつけて、でこの肉の旨味に向かって赤ワイン、みりんが入ります。でワインとみりんが入ったらですね、まず強火でこのアルコール分飛ばしていくんですよ。その時に肉のこの底の旨味をこうこそげ取りながら、このワインの中に旨味を加えていきます。そしてとろみがちょっととろっとしてきました。そうしたらすりおろしの玉ねぎとニンニク、あとは醤油、あとは粒胡椒です。ちょっと粗めにひいた黒胡椒です。でこれを合わせます。あとはですね、
中の弱火ぐらいで、まあ、じっくりとこう煮詰めていくとですね、美味しいお肉のソースが完成します。で今日はこの粒胡椒のですね、粗い辛みだったりとか、あの玉ねぎさっぱりさせたりとかですね、ちょっと和牛に合うようなソースになってます。はい、それでは今ですね、もうとろっとしてちょっと玉ねぎのですね、この果肉ベースのようなソースが出来上がりました。こうしたらもう火は切っておきます。もう今ですね、ステーキハウスみたいないいソースの香りが立ち上ってます。でこれでソースは完成なんですけど、お肉塊肉を焼いた時はですね、そのお肉から出る肉汁も後でこの中に加えてソースとして使っていきます。はい、それではまず1回目休ませた状態のお肉ですね。でここからもう1回焼いていくんですけど、どれぐらい火が入ったのか1回確認します。押します。ちょっとまだ戻りが弱いので、まだ中が生なので、この状態から2回目焼いていきます。でもう1回ですね、油加えて、で次はある程度油の温度が上がってから入れていきます。はい、それでは手をかざした時に軽くフライパンが熱くなってきたので、そしたら1回目休ませたお肉を入れて、でお肉を入れたらですね、先ほどと同じようにもうコロコロとしながら、こまめにこうひっくり返しながらお肉を均等に火入れしていきます。ある程度焼き目はついてるんですけど、ちょっとサシが入ってるお肉ほどですね、ここの焼き色というかカリカリに焼いてあげると、中の柔らかいお肉とですね、対比が作れるので、もうちょっと焦げる寸前ぐらいまで大げさに焼くのがですね、シェフとかがやるお肉の火入れです。はい、それでは今また3分ぐらい焼いていったんですけど、こう返していくとですね、明らかにお肉が、見てください、コロンとなった可愛い状態になってくるんですよ。コロンコロンしてますよね。それでもう一回押すと、ちょっと弾力が返ってくるの強くなってきました。そしたらもうこれでですね、熱源がまた作れたので、もう一回休ませたらもうほぼですね、8割型火は入ってるかなというような状態です。はい、でもう一回だけバットに上げて休ませていきます。休ませていきます。はい、はい、それではお肉がしっかりと休んだので、ね、もう一回開けていきます。で今ですね、お肉を押したらもう跳ね返り返ってきてる、火が入ってる状態ですね。で最後に温める感覚で焼き色バチッとつけていくんですけど、このお肉焼いた時に休ませた肉汁があるので、これをソースに加えておきます。で最後はですね、強火にしてフライパンしっかり温まったら焼いていきます。はい、それではこの表面をカリッと焼いていきます。はい、それではしっかり温度上がってきたので、うわー、こんな感じですね。パリッと焼き目がついたので、これで盛り付けに入っていきます。いい感じの火入れですね。はい、これで塊肉のステーキ完成です。はい、いただきます。うん、やっぱステーキ最高ですね。もう豪快に焼いたのと、切り方もですね、厚みを作ったので、肉食べてるって感じなんですけど、やっぱりこういう和牛系のお肉って、最後このカリッと焼いたんですけど、この外のカリカリとですね、中のあのジューシーさが相まって美味しくなるものなので、本当にですね、今日のような焼き方は最高ですね。皆さん焼肉屋に行って、上カルビとか特上カルビってサシがすごく入っていて、まあ、少しはいいけど食べ過ぎたらちょっと胃もたれしちゃうよねっていう方も多いと思うし、あんまりあのその脂にいいイメージってないとは思うんですけど、
実はこのいい和牛になればなるほどですね、お魚と同じで不飽和脂肪酸って言われているので胃もたれしないんですよね。はい、ごちそうさまです。今日のこの塊肉の焼き方なんですけど、日常的にこういう塊肉焼くことは少ないと思うんですけど、なんかいいことあった日とか記念日とかにですね、スーパーに行って和牛の塊買ってぜひ挑戦してみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。